風が強い時はもう進まない。止まった時に進む。この番組はピースの又吉と作家の関城が自由律俳句を考えながら東北を旅する番組です。旅の途中で読まれる2人の俳句をお楽しみください。サラダうどん食べたくて映画を見るとかね。